ちょっと、あたしたちどうなるのよ。あたしに言っても知らないわよ。
これはスイッチ？メイどう思うわさ。スイッチスイッチ。メイスイッチを動かしてみて。それポチッとな。何が楽しいんだか。何かあるわ。わあ、すごい仕掛けですね。あなたたち、仮にも冒険者がこの程度のトラップを見破れなくてどうするの？別のトラップを作動させることがあるから、私たち冒険者は迂闊にトラップを作動させたりしないのよ。のんびり講釈されていないで、冒険者なら何とかしなさいよ。作動したトラップを元に戻すことほど不可能なことはありませんわ。こういう時はどうするのよ。逃げるだわさ。トラップも落とし穴と連動していたんでしょうか。アイリーン、足をどけてみなさいよ。着地したところがちょうど沈んだから、これがトラップ停止のためのスイッチかと思って。違ったみたいね。この鉄格子はあんたのせいだったのね。
そういう言い合いをしている暇はないわよ。おお、ウェッツェロ・テテルシンの機関じゃ。まったくじゃ。予言通り3人の鋼まといたる者と小さき空を飛ぶ者を引き連れて花月星曜日に帰還された。孫を肩書きウィゼロ・テテルシンじゃ。一体何のことを言ってるのかしら。クズリュー文献によれば、地底には独自の文化を持った種族が生息していると言われているわ。彼らがその地底王国の住人なのよ。そしてウィゼロ・テテルシンとは彼らの守り神なの。かつて悪しき黒い神グリグルギッタと戦って騙し討ちにされ追放されたの。ウィゼロ・テテルシンは追放される時に自らの帰還を予言したとクズリュー文献には書かれているわ。その日は、え、今日じゃないの。ということは、私たちがウィウィテルテルシンとその一行ということになるんですね。ウィゼロ・テテルシンだってば。まあ、あたしのこの美貌じゃ神様と思われてもしょうがないわね。神よ、我らは長いことお待ちしておりました。ウィゼロ・テテルシンよ、どうかそのお力にて荒ぶる黒い神ブリグルギッタを鎮めたまえ。なんて言われてるけど、どうするのよ。ほえほえほえ、苦しゅうないぞえ。あたしがブリグルギッタだろうがアーデルハイドだろうが、ドーンと倒してあげようじゃないの。はあ、ありがたき幸せ。あんたちょっと調子に乗りすぎてんじゃないの。期待されてる神様像を演じてるだけよ。それはこっちのセリフでしょ。なんだってこんなところに縛り付けられなきゃいけないのよ。一体どういうことなの。何か知らないの、アイリーン。何か思い出したわさ。怒らない。言ってみなさいよ。やだ、怒っちゃダメ。いいから言ってみなさいよ。ゼロ・テテルシンの帰還の予言には続きがあって、自らの肉体を裂きて悪神タオさんって説があるのよ。でじゃないでしょ。それじゃ何、私たちは生贄ってわけ。そうとも言うかな。忘れてたんだもん。もし生きて帰れたら、あんたにはたっぷりこの礼をするからね。あーん、怒っちゃいや。ルリア、それくらいにしておきなさいよ。今は揉めてる場合じゃないわ。この状況をどうやって打開するかよ。そうそう、何事もほら前向きにポジティブに生きてこうよね。私はね、ポジティブとか前向きとかそういう言葉が大っ嫌いなのよ。大体ね、後悔しない人間に成長はないのよ。うん、怒っちゃいや。あれ、なんでしょう。荒ぶる黒い髪ブリグルギッタ、これがクズリュー文献の通りだわ。9つの頭備えたる荒ぶる黒い髪ブリグルギッタ。あら、みんな
縄がほどけたの？私もほどいて。冒険者は縄抜けの技術も知ってるの。でもあなたの縄をほどいてる暇はないわ。あのね、何よ、私はあなたたちの勝利を素直に祝福してるんじゃない。ねえ、それより縄をほどいて。縄を。もうちょっとこのままほっとかない？悪くない考えだわさ。そんな、意地悪してないで、ほどいてあげましょう。みんなありがとう。いい小説が書けそうだわ。そうそう、約束の報酬は依頼斡旋所に振り込んでおいたから。じゃあまたね。小説が出たら読んでね。あ、これ待って、もうあんたとはもう金輪際仕事しないからね。言っちゃいましたね。ルリアが相手に手こずるのって初めて見たわよ。まったく、嵐みたいな女よね。鏡を見てるようだわさ。私はあそこまでひどくないわよ。そういうのを50歩100歩って言うのよ。50歩と100歩じゃ距離は2倍違うじゃない。そういうことじゃないでしょ。